開いてまいりのレディファイ。リリースポットカバーの台所から復活で手に切ってる、それから出てきてるアドレナリン。しっかりとしたその光追いかけても得れない、自分自身を追いかける、朝かける、ここから開いていくメロディー、自分自身のメロディーを上がり作り上げていく。あんたがかっこいいことはしっかり見てたけど、俺を売りに行くぐらいのタイプ見せてくれよ。今日最初に街の話を出した割に、よう、その後は適当なフローが、よう、お前の名前は知ってるよ、もちろん、かける。その上でお前に街のことを問いかける。わかるか、俺は街の話するやつ好きだね、だから俺も自分レペゼン。よう、ブログ浜松、背中には徳川家康、ここに中のほどの傷なんておらず。安心しろ、過去は引き下げてきてる。気づいた時に背中から名古屋って文字が出てくる。それは僕なら言えます、逆に僕殺す徳川家康。ロームだけじゃないこと、その中の内容をしっかり聞けよ。お前が耳が超えてないだけ、あえてその壁を超えてないだけ。よう、壁の高さ気にしてるやつらばっか、言葉と一緒、厚みが重要なんだよ。それがわかるかよ、俺はこのままゴーストレイズ、ここでぶち殺してやろう、悪いのを打つけ。よう、お前だってよ、撲殺されようが俺は独立してる、インディペンデントな音楽、マイノリティはマジョリティは殺されない、お前はここでない。いや、分厚いから好きなところで、俺の順番には簡単に飛ばされる、あんたのその見てる視界がさ、分厚いから、つあー、こういうやつ、クラスにいたやつ。何も変わらないところから作り上げてるもの、俺が終わりの大打つけ、一瞬のワンパス返して勝負つける。よー、よー、勝負つける。そうだ、俺はもともとクラスにいたところから、よ、クラスがクラブに変わったところで俺は部活じゃねえ、うだつ抜かすぐらいだったらこのままステージから去れよ。よ、いい感じ。よ、暗闇の中で見えてる希望。よ、その中で俺は吐き出してる思想。よ、暗い過去、いや、インディペンデント。よ、不器用が武器になるステージショー。終了、ナイスバトルだったと思うんで、バッチリ判定お願いします。それでは行きたいと思います。絶好かけ、高校生や、もう一回でいいんですか。先行かける、高校生や、勝者かける、せーの、お願いします。では、すごい2人ともかっこよかったですね。めちゃくちゃすげえいいバトルだったと思います。